現在の江東区で生まれ、東京物語などで知られる映画監督小津安二郎の功績を称える映画祭が長野県で開催されています。今年で27回目となるこの映画祭は、東京物語などで知られる映画監督小津安二郎が晩年を過ごした長野県茅野市で開催されています。期間中は市内の会場で小津監督の作品が上映されるほか、短編映画コンクールも開催され、集まった144作品のうち入選した作品が上映されます。毎年楽しみにして来てますけどね。私たちにとったら昔の映画ですけど、私はどっちかと好きですけどね。根底に流れてるのはやっぱり日本人に通ずるものがあると思いますよ。人の気持ちとか家族とか、なんかそういうのが、ね、すごく大事にされてる作品も結構多いと思います。この土地が好きになられてですね、いろんな作品が生まれたっていうのはやっぱり誇りですし、大事にしていきたい。毎年、小津の映画を見たいっていうお客さんいっぱいいらっしゃいますし、小津安二郎先生のお名前をお借りして、もう一回こう文化の香る立て品ができたらいいなというふうに思っています。映画祭は今月29日まで行われ、28日には短編映画コンクールのグランプリ作品が発表されます。